エティエンヌ・ビュフェはフランスの画家である人物画や風景画を描いたパリで生まれた父親は技術官僚で1875年からフランスの首相を務めたルイ・ビュフェを1908年に受訓し1918年にレジオンドヌール勲章を受訓したありがとうございます